感じの言うハイプっていうか、そういう自分を見していきたいっていうか、そうでなきゃいけない、それが自然だって、そうしていこうぜみんなみたいな部分もあるじゃん。そうですね、帰ってから、はい、もっとさ、じゃあ音楽っぽくさ、もっともっと何に行こうぜみたいなやることやってさみたいな感じがいいんですけど、うん、そうです。だけどそういうこと言うと、まあ、ジャマイカ行ってきたからってハイプしてればって言われるところもあるからね。僕もそう、なんかそういうのちょこちょこ会っていますけどね、なんかその、うん、そういうのはあるっすよね。そういうのはあるっすよ。一回みんなでその3人でアルバム出そうってなって、で、まあ、3人プラスプロデューサーともう一人ぐらい行くみたいになって、はい、じゃあこのタイミングだからみんなで行こうよみたいな感じになって、クルーで 7,8 人でこっち来たことがあって、もうその時はすげえ目立ってたね。そうっすよね、そんな大群で動いた、うん、すげえ。だからいろいろあったけど、今考えると当たり前だなと思って、ジャマイカもっと気張って気張って、うん、やらなきゃダメだなと思うし、その時も本当みんなでね、こういう生活を同時にやるのがやっぱ大事じゃねって話になって、それぞれなんて2人で行ったり1人で行ったりして帰ってきて、ジャマイカみんなそれぞれ行ったことあるんだけど、同時に行ったことがねえってなって、同時に行けたら一番いいねってなって、実際それから本当に来る機会ないもん。絶対行けないでしょみたいな、うん、本当に勢いがあったね、その同時行っちゃうよみたいな、はいはい、今勢いだけじゃ来れないね。同時に7人とか金とかもね、そんなね。そうですね、うん、確かに。結構いい感じで喋ってますね。じゃあ前かなんかスカイプしてもなんか上がってないとかすげえ言われる。どういうのがテンションが高くないかなって言われるんですよね。いや普通だよって言うんだけど、俺も結構今日喋っちゃってますね。いや全部これなぁ、もう肌100点っす。やばいっす、ありがとうございます。そうか、なんかこんな、なかなかこんなことをこうインターネットでこう流す機会とかもそんなにないっす。なんかそう、なんかこんな風に長くこう録音喋って録音するのがないでしょ、はい、そんな長く。もう聞かれたことにこう答えて、はい、じゃあありがとうございましたみたいな。はい、そうですね、まあ、そういえばさっていうのがないじゃん。そうだ、言えないですもんね。これそういえばさしかないですからね。そうですね、そういうのが多分みんな一番聞いてて楽で楽しいと思うんですよ。そうなんですね。なんかみんなこの曲はこういう 曲でとか、はい、その聞いてくださいとか、はいはい、そういう宣伝っぽい分ばっかりだと、はあ、はあ、あーみたいな、聞くからいいやみたいな時もあるじゃないですか。まあ、こっちでチェックするしみたいな。でもそういうのももちろん情報としては流してほしいし、そうですね、あとはなんかこう普段どんな感じの気持ちで、気持ちっていうかテンションでいるのかなって、はあはあ、もっと伝わればいいですよ。そうですね、そのジャマイカにいる人たちというか、うん、そうその状態がジャマイカでどうやって時間が流れてるんだろうって思ってる人が多分、はあ、あのパンチのラジオチェックしてるじゃないですか。ありがたいですね、それであれば。なんかリリースする予定とかあるっすか？とりあえずは今回はアルバムの準備できてて、来年の春からまだちょっと正式に決まってないんだけど、夏までにアルバムを作りたい。それは3人でのアルバム、今回は1人で。あ、1人で全部。そうですね、10月に3人のやつを出したばっかりで、それの出して今のツアーも終わって、はい、4カ所ぐらい大阪と仙台と九州とか東京とかでやって、その後ですね。あ、それでこっち。はい、そうです。まあそれをまた皆さん聞いていただきたいという感じでございます。そうですね。ぜひぜひ聞いてください。ジャマイカでこう得たエネルギーを一枚詰めるんで、はあ、チェックしてください。なんか。なんか言いたいことあるんですか？なんか言いたいこと。これはほんまに聞いてる人もそんなに、その、なんていうんですか、すっごい多いとかいうわけでもないんで、なんかこう、ローカルな情報でいいから、ここちょっと言うときたかったみたいな。すごいすいませんね、変な振りで。そうですね。とりあえず、これはもう速攻放送されるんですかね。これ一応言うたら、来週の月火ぐらいの。あ、
ちょうど大阪行ってバーンダンのリリパがあるので、このラジオチェックしたらぜひ大阪、そう、29ですか、そうですね、あ、そうですね、うん、チェックしてください、はい、あとはほとんど東京でまた年末ダンスがあって、あ、なんでなかなか今年最後の大阪になりそうなんで、大阪の人はぜひチェックしてほしいですね、チェックしてみてください、大阪ラジオ、はい、ということでございます、エントで行きます、あ、3人で、はい、そうですね、で会いたい my time であんない、どこへ行こう君と、時によそ見するまともに食らうほどのセクシーな音踊らす、これガチャマンレディオ、ミャオリジナル Can you sing、 踊りなセクシーレイディ、揺れながら音に乗れ、今日はこの音で朝まで踊るなら今二人へ、今日は、yeah、 ガチャバンレディを聞いてどこでも遊びに行っちゃってください、ダンスソウル、全てはダンスソウルに、ミャオリジナルケンヨセだ、